しぶりにマリーナベイサンズのショッピングモールに来ました。誰もが知っている自己紹介いらない大型ショッピングモールなんですけど、東京ドーム 1.6 個分の広さがあるということで、久しぶりにいろいろ見回りたいと思います。3月に来た時はほぼ人がいなかったですが、今はローカルの人たちが来ています。感染者数も落ち着いてきたので安心して皆さんショッピングを再開しているようです。土曜日ということもあってちょっと賑やかな声が聞こえるんですけど、まあ、それもこれぐらいがちょうどいいかな。早速いろいろ見てみましょう。シアター懐かしいです。滝沢ショーみたいなのを見ました。ここでマリーナベイサンズといえばやっぱり世界一高いカジノ、 TWG ブランドもののショッピング、あとマーキーっていう大きなクラブだと思うんですけど、今回はそれ以外のものを紹介します。観光客は必ず来ると思うんですけど、ここに住んでいる私は年に 2,3 回来るか来ないかぐらいです。ここ以外でもたくさん出店しているお店があるので、別にわざわざマリーナベイ来なくていいかなって感じではあるんですけど、やっぱりたまに遊びに来たりお茶するときにいい雰囲気なのでここに来たりすることはあります。私が一番お世話になっているのは下の方にあるフードコートです一番庶民的な場所で、ここはアイススケートのリンクだった時もあるんですけど、今はこんな感じで大きい広場となってます。夜になるとさらに輝いてます。中からなんですが、ちょうど外にアート&サイエンスミュージアムがありました。あのアート&サイエンスミュージアムに東京チームラボもあります。今はどうなのかな。あとマーベルの博物館もあるし、イベントスペースで何か特別なイベントもたまにやってます。ハスのお花を再現しているらしくて、ここら辺の建物全部近未来チックで斬新なんですけど、インスピレーションは割と自然に近いものなんですね。このマリーナベイサンズの建物も実はカードの方のトランプからインスピレーションを受けたらしくて、確かに下の部分に重なっているところがトランプをシャッフルする時のわさーっとする感じと似てるなってした時思いました。何を想像して建築したのか調べてみると結構面白いので、実際訪れてみてハスの花に似ているかどうかはご自身の目でチェックしていただきたいです。ちょっと早いけど来る前にフードコートで何か食べてみます。すごい音楽、なんか始まるのか。ここは観光客を狙ったちょっと高めのフードコートなので、これで観光気分を味わえなかったらもう何しても味わえない相変わらず席は罰されてて限られてるんですけど、お店はかなり繁盛しています。繁盛しています、普通にやってます。食べないからちょっと反省して新しいもの頼んでます。椅子が結束バンドで縛られてたり、バツって書いてあったり、ちょっと難しかったです。でも無事座れたのでいただきます。私が頼んだのはチャーシュー麺とワンタンです。あのミシュレンとも少し比較できるかなと思って今更ですが、似たようなものを頼みました。ちなみにこれで S サイズですが十分かと思います。 8.3 ドルでした。いただきます。まずワンタンスープから、うん、エビの味がいい感じ。ワンタン3個ついてきました。すごい色してる、濃いね。久しぶりに食べるぐらいがいいかな。全部こついてるから非常に食べにくいんですけど、フードコートではフォーカーで食べられるようなもの、同じものが出されているので、フォーカー行く勇気ないよって方や
日あちこち行く時間がない、でもローカルのもの食べてみたいって方におすすめです。ただ値段は 2,3 倍するし、雰囲気はまあレストランなので美しい豪華で、現地の食べ物を食べたいという方には少し物足りないかもしれません。もちろんセレブリティシェフがやっているレストランやそれなりのお値段を出したらマリーナベイでとても贅沢なディナーやランチ食べられるんですけど、一般庶民の味を試してみるのもありだと思います。何でもあるデパ地下みたいな。デパ地下行きたい、行きたくなっちゃった。暗くなるまで待ちたいんですけど、もう前に上がってると思うんですが、トルストアの動画を撮りたくて、暗いシーンも撮りたいので暗くなるまで待ってるんですが、この国なかなか日が沈まないのでしばらく待つと思います。なのでお土産ショップいくつか紹介しようと思います。 Bath & Body Works、 石鹸、アロマ、ローションなどなど、女子力アップするようなボディケアアイテムが揃っていて、香りはすごく強いんですけど海外の感じが味わえるお店です。日本にはないのかしらね、こういう香り物のミスト。でも1本11ドルなのでとてもお手頃です。ただ海外サイズなので少しかさばります。これはシンガポールに限らずですが、セフォーラコスメ売ってるところ、セフォーラは主にデパコス系なんですけど、テスターサイズやミニサイズは割とお手頃な値段で買えるのでチェックしてみてください。あといろいろ見るのも楽しいし、今テスターがねなくなっててちょっと寂しいんだけど、セフォーラは普段行くと楽しいです。あと有名な世界的高級な TWG、 外装からしてゴールドで高級感が半端ない。一応空港にもあるんですけど、ここの方が広々としているし、雑貨や飾り付けも気分上がるので、いや外からでも見てて面白いから、ぜひ来てみてください。 TWG はさっきのお店とカフェとちょっとした飲める場所がこの広場にあります。ちなみにずっと地下2階を回ってます。ランドものが多いかなとは、食べ物の方に行くとローカルの人たちが多くて、ブランドの方は本当にお金持ちとか免税で買えるので観光客ぐらいです。川のところ運河に来ました。ボートで贅沢にモール上を回れます。でこの大きな水の場所の上は実は滝になってて、少しジュエルを思い出すんですが、最初来た時うわーって渦巻きがあって、水が一気に放出されるショーが2時間おきとかにあるみたいです。今はもうないけど上にいた時に見ました。あとアップルストア用の動画にも撮ったんですけど、アップルストアの入り口もありました。マリーナベイの中からも行けるみたいです。今地下1階に来たんですが、またレストラン多めのところに来ました。ディンタイファン、どこ行っても大人気ですごい列。ここから調理してるところ見えます。お客さんじゃないけどじっと見ちゃう。こういうの小籠包の生地を切ったりコネコネしたり、地元のパン屋さんブレッドトークとトーストボックスもあるので、ホテルの朝食出ないよって方はここに来てローカルの食べ物を買うのもありです。さっきのトーストボックスのところでは有名なカヤトーストも食べられる。いやでも本当に良かった。少し人が戻ってきて、その分みんな安心してる、経済が回ってることを象徴しているので私も少し安心しました。今歩いてるところブランド物語でちょっと場違いなんだよね。引き続きお散歩します。なぜかシャネルの前で2,30人まだまだ地が並んでます。何があるんでしょう。特に入るお店もないのでずっと往復してました。ちょうど日が沈んできてるのでもう少しの辛抱です。外に出られました。出口入り口塞がってるので外出るだけでも一苦労です。後ろにさっき言ってたハスの花の形の Art and Science Museum があって、ちょうど私の海岸にヒーリックスブリッジっていう DNA の形をした橋があります。ちょうど前マーライオン公園紹介でそこら辺にいました。フルトンホテルです。奥に光っている赤い建物が美術館です。夜来ると涼しいしライトアップも綺麗なので夕日の時間帯が一番いいと思う。で今気づいたんだけど、
シンガポールハーツ、マリーナベイもシンガポールのライトが照らされてます。今見てる景色はすっごく綺麗なので皆さんにも紹介したい。一人で見るのはもったいなすぎる。今日は風が落ち着いているので水にも綺麗にライトが反射されてます。もうデートスポットじゃんここ写真撲影してる人が多いです。アップルストア以外にはルイ・ヴィトンも水中に浮いてます。そういえばホラーじゃん。皮肉なことにこんな穏やかなマリーナでとてもピースフルです。すごい建築が集まって観光客カモンって状態なのに毎日ガラガラっていうのは虚しいんですけど、早く元に戻ることを願ってます。最後に私邪魔か夜景と一緒にお別れしようと思います。マリーナベイサンズを今日は一緒にお散歩したっていう動画なんですけど、本当にただ散歩して食べただけになってしまいました。皆さんが来れる頃にはとガラッと変わっていると思うので、いつもと違うマリーナベイサンズ楽しんでいただけたら嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録や高評価もお願いします。写真家が多いのでせっせと私は移動しております。ではまた。バイバーイ。